こんにちは、レオです、えー。今日は珍しく、このチャンネルでは珍しく、10月に購入して良かったもの、ベスト8というテーマでお話ししていきたいと思います。えー、10月はね、 僕市場でも過去最大ぐらいお金を使っていろんなガジェットとかものを購入しましたので,で全部ね一級入組んでなんかこれいいだろうと思うものを買ってきたのでおすすめしたいものがいっぱいありますでいろいろ紹介してきましたけれどもそれをぎゅっとまとめてこの動画でご紹介しますのでもし気になったものあったらこれまでに紹介した動画とかもぜひ見ていってくださいそれでは順番にいきたいと思いますまず一つ目今月購入してよかったものが アルファ 7S3 と 20mmF1.8 のレンズ、このセットになります。やっぱりね、今月このカメラに関する動画ちょっと増えたんですけど、まあ散々悩んで、一回動画もね、なんか微妙な気持ちの動画をアップしちゃったりして悩んで悩んで、それぐらい悩んで、最終的に意思決定して購入したカメラなので、めちゃくちゃ気に入っています。本当にこれ選んでよかったなっていうふうに今は思っています。どこがいいかというと、まず一つが暗所性能ですね。やっぱり夜、 え、Vlog 何回もこ今回撮今月撮りましたけれども、え夜撮影するときにすごく明るく撮れます。え、室内でも暗いところで撮影すること結構よくありました。やっぱり旅の中って暗所での撮影多いなっていうことを改めて感じました。そんな中で非常によく活躍してくれました。これが一つ目の理由。え、二つ目の理由が、え、サイズですね。コンパクトです。え、これまで旅とかに持って行ってた RP, こちらね。こちらキャノンでも小さい方の,あのレンズ、小さい方のボディですけれども、まあそれでも全然大きさが違います。もちろんレンズとか全然違うので。 フェアじゃない比較なんだけど、まあ、僕の中では、えっ、ー、と、あくまで個人的にね、僕の中では、えー、この比較で言うと、もうすごく軽くなって、すごく性能良くなって、大満足しています。あと、買ってみて気づいたこととして、結構 4K で撮影して、4K で編集しても、そこまで編集ソフトが重くならない。えー、意外とそのまま録画できて録画、編集できるというメリットがあることに気がつきました。えー、とにかく、まあ、全体的にね、えー、画質も良くなって、 軽くなって、暗証でも撮影できるようになって、っていうことで、えー、素晴らしいアップデートになりました。もちろん高いんだけどね、すごく良かったです。20mmF1.8 っていうこのレンズ、20mm という、えー、焦点距離、僕初めて試しましたけれども、これまでね、盲目的に今使ってる 24mm のレンズが、えー、好きだったんですけれども、でも、まあ実際 20mm 使ってみると結構使いやすいなと思いました。Vlog 的にゆるく撮るんだと、24mm 結構ね、こう画角がね、なんかすごくいい感じ いい感じでるいい感じでれけどバシッと決まるとすごいんだけど 20mm の方がサクッと取って、えー、なんとなくいい感じに取れるっていうことがよく分かりましたこのたった 4mm の差なんだけどねすごい違いますねでこのレンズのサイズもすごい小さくてお気に入りです。 というので、まず一つ目が α7S3 と 20mmF1.8 のレンズでした。で、二つ目に買ってよかったものが、まあ、関連してサクッと話したいんだけど、K&F コンセプトの可変式 ND フィルター2から ND2 から400っていう、こちらの ND フィルター、こちらを購入しました。あの、僕は新しいレンズ買うと必ず ND フィルター購入します。え、なぜなら、やっぱ、 明るいところだと、あの、F 値下げると ND フィルターないと動画の場合は撮れないからね、えー、購入するんですけれども、ND フィルターって意外と高いんですよ。だけど、えー、このキャン d f コンセプトの ND フィルターって結構かなり安くて3000円台、これは3000円台とか4000円とかで買えるんですけれども、えー、すでにこの、この会社のこのシリーズ3つ目ぐらいになります、購入が。で、えー、最初はね、これ、 こんな安物で購入していいのかなあの、市場には1万円のとか2万円のとかある中で、こんな安物購入していいのかなと思ったんですけど、意外と全然問題なくて、まあ、あの、メモリをね、ちょっと合わせづらいとかそういうのはあるんだけど、そこ自分で運用すれば全然問題なくて、価格差考えると、もう毎回これでいいかなって思っちゃうようになっています。なのでね、あの、皆さんもね、あの、カメラ初心者の人で動画撮りたいよという人いたら、とりあえず、この K&F コンセプトの概要欄にリンク貼っておきます。K&F コンセプトの 2ND2 から400の の可変式はま1、あ、個持っといていいんじゃないかなと思うんです。けれども、も、えー、逆にね。僕の場合はあの最初からこういう安いやつを使っちゃったので、いい nd フィルターの良さをあんまり知りません。なので、もしよろしかったら、皆さんあのカメラ好きの人いたらね。コメント欄で、えー、この nd フィルターこういう風にいいよ。全然こ,こ,こいつとは違うよ。ってことあったら教えてください。はいで、カメラネタは以上、次にえー、3つ目に今月購入して良かったものがこちらです。オキュラスクエスト2です。 えー、こちら動画でも紹介しましたけれども、感動しました。多分今年購入して良かったものの中でも、本当にこう上位に3位に入るんじゃないかなと思うぐらい、えー、素晴らしい、えー、進化でした。ま、進化というかね、僕は以前は、えー、オキュラス5というすごくチャチいモデルは持っていたんですけれども、まあ、それでも3万円しましたよ、その当時購入した時ね。ラスベガスで、えー、ドリキンさん、カズさんと、 一緒にベストバイってなぜか僕だけ散財したのがオキラスゴーだったんですけど、そのドリキンさん、カズさんのその散財兄弟のね <laughs> 中で僕だけ散財したのがいい思い出なんですけど、まあその時のオキラスゴーからしたらめちゃくちゃ進化して、かつ価格が4万円以下で購入できる VR ゴーグルっていうことで、とても素晴らしいです。で今回、あの先、先日まで旅行行ってたんだけど、富山に持って行って、 同じウェブ系のガジェットとか好きな友達と一緒に旅館でこれ遊んだんだけどめちゃくちゃ楽しくて友達その場で即交流購入してましたネットでそれぐらいねあの価格に対して体験できる未来感っていうのがギャップがめちゃくちゃありますつまりお得だと思いますあのガジェット好きとか未来の テクノロジーがどうなっていくのかなとか、そういうことを考えたい人にとっては、えー、ぜひ買ってみてほしいなと思います。どういうところがいいかというと、一、まあ、つが実際に体を動かすことができる VR だということです。センサーがついているので、えー 部屋の四隅とかにセンサーを別で設置しなくても自分の体の動きを検知して、えー、VR 上で VR 内でその動きを反映してくれます。でさらに、ね、仮想的なウォールをこう設置するところとかあの、いろいろぶつからないよね。ウォールを設置するところから含めて、えー、すごく気軽に使うことができるので初心者でも全然余裕で使えると思います。まあそんなところが気に入っているところです。で、四つ目に購入してよかったものがこちらの こちらのエルゴヒューマンフィット。今座っている椅子ですね。こちらになります。えー、在宅の仕事が本当に増えました。僕だけに限らないと思います。皆さんもね、え行、ー、く文化は。もちろん。 会社に戻る人もだいぶ増えたと思うんだけど、でも家に、家で仕事する、家で作業する時間って増えたと思います。で、そういう時にね、僕はもうほんとずっと昔から、小学生の時から腰痛持ちで焼きやすいのでね、腰が痛いんですよ。で、えー、これまでの椅子だとちょっとあんまりリラックスできないということで、エルゴヒューマンフィットを購入しましたけれども、まあ、僕の体にも合うし、このインテリアにも合うしということで、最高の椅子になっています。僕はやっぱりその肩こりとか腰痛とか、 まぁ、あ、ちょ、ちょっとした、たまに検証縁的なことになったりするんだけど、まぁ、あ、とにかくね、ドキュメント書いたり、えー、動画を編集したりとかいうことが多いので、まあそこら辺の改善に、まあきっと、長い目で見ると、どんどん役立ってくれるんじゃないかなと思っているのが一点と、あと、えー、こちらの椅子、選んだ理由として、こう、こういう風にすると、一番後ろまで倒せて、なんなら、えっ、ー、と、足もフットレストが出てくるので、寝ることができる。でも、 実際作業するときは、こうやってきちんと作業しつつ、ヘッドレストが前に倒れるので、前を見ながらちょっと体を預けることができる。まあそのあたりがウーカーエルゴヒューマンフィットを選んだポイントでした。 なので、まあ、あの、実際そう,ふそういう風な使い方を一週間、二週間してきたんだけど、えー、やっぱりね、もう、ね、思惑通り素晴らしい、えー、椅子の体験になってます。作業体験になっています。椅子に関してはね、これをお勧めするというよりは、まあ、僕はワーカホリックさんっていう、まあ、東京にあるお店に行って、で、いろんな椅子を試した上でこれ、えー、選びましたけれども、まあ、皆さんもね、ぜひね、えー、家の、こう、 作業環境を改善したいというふうに思われる方いらっしゃいましたら、まあ、お近くの、まあ、なるべく多く椅子を体験できる場所に行って、実際に座ってみて、自分には何が合ってるかなということを考えながら、まあ、あの、アップデートするっていうのもいいんじゃないかなと、そういったことを含めて全部お勧めしたいなというふうに思いました。そして、5つ目に購入して良かったものが Apple Watch です。Apple、え、Watch、ー、シ,シリーズ6。僕個人的には、あの、別にシリーズ5でも全然良かったと思います。機能面的に言ったらね、 全然5、6の差は大したことないと正直思ってます。なので、5の人は5でいいし、4の人は4でもいいと思うんですけど、僕、この5ね、つければつけるほどこのブルーが気に入ってきています。あの、すごく綺麗なブルーです。かっこいいブルーです。濃い。あの、濃くて深い色のブルーなので、すごい気に入ってきています。で、このアップル最近今年ね、すごいブルー出してますよね。えー、iPad Air でも出してるし、iPhone でも12でも 12, でも12 Pro でも出してますよね。で 唯一12の iPhone12 の青だけどうしたっていうちょっとチャチンじゃないかなって実物見ると思っちゃうんだけど 12Pro の青もエア、えー、の青もう全然違う青なんだけどどれも素,素敵な青ですでこれもやっぱり例に漏れず素敵な青であのすごく深い青なんだけどあのつければつけるほど気に入ってきていますただねこの僕ブレイデッドループ購入したんですけどこのブレイデッドはあのね えー、前、バンドに、Apple Watch のバンドに関する動画アップしたけど、まあ、正直ね、えっとね、まずソロループ系が、サイズが難しい。あの、もうゆるゆるです、僕。はっきり言って。ちゃんと調べて購入したけど、ここ指が1本入っちゃうぐらいゆるゆるです。で、またこれ動画にしますけど、まあ、ちょっとこれ Apple、Apple Store 行ったら、やっぱりゆるいっていう話になって、1ヶ月過ぎてたんで、 あの購入し直してくださいってパタクナに言われちゃったんですけど一、まあ、回なんかオンラインだからね、まあ、電話もしてみつつまああの慎重しようかなというふうに思ってはいます。 なので、まあ、そこら辺どうしようかなっていうところは、まあ、またさ、べ、それはそれで別で動画にしますので、まあ、どんな結論に至ったか、そしてどういう問題が起きたかとかね、あの、解決策について皆さんとシェアする動画をまた今度公開しますので、よろしかったらまた、えー、チャンネル登録して、えー、アプローチ気になる人いたら、あの、情報をチェックしてみてください。で、6つ目。えー、6つ目はですね、ちょっと長いし、ちょっと、あの、変化球になるんだけど、えー、GoTo の旅行。これが、 あの、今月買ってよかったというか、やってよかったことの、えー、一つでした。実はこれが一番やってよかったことなんじゃないかなと思うぐらいなんだけど、今月僕九州と富山に2回旅行しました。まあ、ちょっと時間があったので、えー、まとめていろいろ旅行行ってきたんですけれども、えー、GoTo 使って旅行したらめちゃくちゃお得になりました、えー。ホテルとかね、すごいお得になったんで、ぜひ自慢させてください。 九州は僕、4泊行きました。最初2泊は自分だけで、後半2泊母が来て一緒に旅行しました。で、4泊のうち、最初の2泊は中洲のちょっとおしゃれなビジネスホテル、ちょっと新しいビジネスホテルでした。で、3泊目は有田のおしゃれな有田ハウスっていうホテルでした。 で、最後の日は、博多駅近くの、まあ、ビジネスホテルかな。まあ、ちょっと広める、綺麗なビジネスホテルっていう感じでした。で、この4泊の合計が、53,700円が定価でした。まあ、普通ではね、4泊してるからね。しかも、有田ハウスすごい良いホテルだから、1泊あたり1万円ちょっと超えてる、ね。平均だと超えてる。有田ハウスだけで3万円越してるんで、ね、3万1,900円なんで、すごい良いホテルとビジネスホテルいろいろ合わせて泊まりました。で、えー、それが、 まず、あの、楽天トラベルで予約した時の割引後の価格。つまり僕は現金で払った価格が33,930円でした。この時点で約2万円安くなっています。で、さらに、それプラスホテルにチェックインした時にもらえる地域振興券が合計で8,000円分ありました。なので合計4泊で、途中いいお宿に泊まって2食付きで、その日はね、2食付きで え、母と一泊したとしても、実質25,930円でした。つまり、やっぱり半額以内だよね。半額よりもさらに割引率が、まあ、あったと。 いうような感じで、えー、素晴らしい、えー、体験でした。本当と有田ハウスのね、ご飯がめちゃくちゃ美味しくて、ここにこの価格で泊まれるんだったら、あの、もうほんと今旅行しない手はないなというふうに思うぐらい、あの、僕自身も私母とも共有しながら素晴らしい素敵な旅をさせてもらいました。で、さらに、えー、もう一つね、まあちょ、昨日帰ってきたばっかりなんだけど、富山の旅行行きました。で、富山では2泊しました。で、1泊は駅前のビジネスホテル。で、もう1泊は山の中の えー、旅館で2食付きの場所に泊まりました。で、こっちは、えー、僕の友達と2人で、えー、男2人旅みたいな感じの旅でした。で、えー、これね、2泊で定価が4万2100円でした。えー、旅館の方がね、ちょっと高めのいい場所だったので、えー、そんな感じで3万円の場所だったな、ね。だから、まあ、4万2000円でした。で、えー、これが割引後、楽天トラブルで僕自際払ったお金が27,040円でした。 この時点でだいぶ安いんだけど、さらに、地域振興券で7000円分クーポンもらったので、えー、合計2名が2泊で、1泊は旅館の食事付きで、えー、実質2万40円でした。素晴らしい。安かったね、ほんと。これ、旅館、こっちの旅館も旅館で、やっぱり山の中で富山だから、あの、肉系、美味しい肉もあれば、えー、海鮮もあればっていうところで、素晴らしい旅になりました。 で、えー、まあ、たまたまね、僕は今月が時間があって、10月 GoTo 東京もスタートした、このタイミングで、僕は時間があって、えー、旅行ができたんですけど、まぁ、あ、ほん鳴らして考えると、まあ、当然なんだけど、GoTo の考え方が、ま50%引きっていうところなんで、チケットを合わせて50%引きっていうのが、まあコンセプトなので、えー、2回、 一回分の旅のお金で二回できたと。まあ、交通費とか除けばね。えー、二回分の、一回分のお金で二回できたというような感じなので、まあ、これは本当にありがたい、えー、サービスでした。で、あの、まあ、自分で言るものなんだけど、まあ、自分自身も、あの、めちゃくちゃ旅行者自身もお得だったし、当然、あの、その分、 お金が落ちて、まあ地域も九州行っても富山行っても、やっぱり富山の旅館とかでほぼ GoTo の利用者ばっかり泊まってましたよ。若者ばっかり。なのでまあそういうところで、まあ、まあ比較的自由に動きやすくて、えー、比較的とりあえず、まあ、おあの旅行するお金がある人が積極的に旅行して、いろんな場所で美味しいもの食べてその分お金を落として、 で、えー、楽しく過ごす <laughs> ということで、まあこれ、これが、今後ね、あの、コロナがさらにちょっと冬になって、えー、どうなるかわかんないですけど、それが、ま、ならない限りは、今のうちにいろんなところにお金を落として、ご飯食べてってくやってくるのが、ま、すごくいいことだな、というふうに勝手に自分としては納得しましたので、あの、GoTo で活用して、ぜひ旅行行くっていうのをやってみてください。全然難しくないです。楽天トラベルとかだけじゃなくて、僕はそれ使いましたけど、あの、普通にネットのね、 あの予約サイトを見たら GoTo トラベル対象っていうホテルがあるので、まあ、そういうところで予約していけばチェックインの時ももう今今時ねホテルも旅館も対応慣れてるんであ,あチケット何枚ですねとかすごくスムーズにやってくれるんで是非 GoTo 活用してくださいであと7個目がえバッファローの USB メモリーってちょっと <laughs> 特殊なものを紹介します特殊なかねめちゃくちゃ普通なものを紹介しますこれなんだけどね、えー、別に新しい商品でも何でもありません 多分僕5年ぶりとかでバッファローの USB メモリを買いました。とか USB メモリを5年ぶりぐらいに買いました。で、こちら USB3.2 対応のメモリで、価格1380円なんですけど、もうこれまでより爆速になりました。えー、ぶっちゃけね、USB なんてもう全然使わないじゃないですか、USB メモリ,メモリって。まあ、僕は使わないんですよ、あんまり。だから、えっ、ー、と、これまでは、 あのなんかずっと昔のやつを使い回してた全然メモリもね増えていかないからずっと使ってたんだけど最近ちょっとコンビニでこれにデータ入れてコンビニで印刷するっていう機会がちょっと多くてで、えー、じゃあちょっとなんか今今どだったらもっと早いのかなデータ転送とか思って、えー、購入してみたらやっぱり。 圧倒的に爆速になりました。えー、なので5年のね、テクノロジーの進化って大きいと思うし、意外と僕みたいな人多いような気がするんですね。たまにしか使わないけど、 でも使う時結構意外と待っててでももう最近、えー、USB なんてあんま使わないからなと思って何年も前のやつ使ってるみたいな人いると思うんですけどでこれ1380円からさらにクーポンで100円引きかなんかなんで、まあでのすごい安く買えるのでよろしかったら概要欄にリンク貼っとくので検討してみてくださいはいで最後に8つ目に僕があ紹介したいのがちょっとね買ったものじゃないから紹介しづらいんだけど あの、MXAnywhere3、ロジクルの MXAnywhere3 です。えー、これ、あのち、ちゃんと言うと、提供してもらってるものなので、ものとして、ものだけね。あの、なんか、買ったものとして紹介するのはアンフェアな気がするんだけど、あの、なんで、これでも、それでも言いたいかというと、あの、さっきも言ったように、今月旅が多くて、旅が多い時にね、いつも僕動画編集これでやってて、MXMaster3 ですよね。これでやってるんだけど、 その中で MX n y w h r e 3はやっぱ小さいんですよ。小さい割にまあボタンが結構多くて、えー、動画編集で結構サクサクできると。で、僕今回旅長かったんで、旅先でも編集して動画アップしたくて、で、その時にね、やっぱこれあると全然やっぱり あの、作業の速さが違って、シャ,シャシャシャってやれたので、まあそういった意味では、この MX エニベア3をあの今持ってて、すごい、今月すごく助かったなと思ったんで、まあ最後に紹介させてもらいます。あの、MX エニベア3は前の動画でも言ったけど、まあ旅行する人、こうやって僕みたいに持ち運びたい人ね。と、あと、手が小さい人におすすめの、まあ、高機能なマウスです。ちょっと高級なんですけれども、えー、よかったら検討してみてください。そんな感じで、えー、8つご紹介してきました。 え、振り返りますと、え、α7s3 プラス 20mm f1.8 のレンズ。え、それにつける ND フィルター。K&F コンセプトの ND フィルター。で、オキュラスクエスト2、こちらです。それから、L5 ヒューマンフィット。今座っている椅子になります。それから、Apple Watch の6。それから、GoTo で行った富山と福岡の旅。GoTo のお得感。ぜひ、伝わっていると嬉しいなと思います。そして、え、地味なんですけれども、バッファローの USB メモリ。 最後に MX Anywhere。ということで、8つ紹介してきました。何か皆様のことせんに触れるものがあったらいいなと思います。多分20分近い動画になってしまったのでね、最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。来月はね、ちょっと僕自身が忙しくなるっていうこともあって、10月9月のように毎日更新に近い形でガジェットどんどん紹介していくっていうことができるかどうかまだ不安なんです。まだちょっとわかんないんだけど、あの、なるべくたくさん更新して、まだ11月も クリスマスに向けて、まあ、アップルをはじめとして各社がすご,すごいなんかワクワクするような商品を発,発表発売してくる時期だとは思うので、えー、そういった情報もね、ぜひ発,発信していきたいと思いますので、よろしかったら、えー、このチャンネルの登録はもちろん僕がやっている Twitter と Instagram、こちらもぜひフォローしてください。そしてこのチャンネルのこの動画の LIKE、えー。そしてよろしかったらぜひコメントでやんややんや。 えー、自分はこれが良かったよ。10月これ買ったよ。すごいおすすめだよ、えー。自分はこれ買ったけど、僕が紹介したもの買ったけど、いまいちだったとかね。何でもいいんでコメントでぜひ教えてください、えー。そんな感じで本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。